はい、オラキューブやります。まあ、読み方がオラキューブで合ってんのかわかんないんだけど、説明がオラキューブ is a game about 2D puzzle in 3D space とのことです。 3D 空間で 2D ゲームを遊びましょうと。クリックオンザサークルトゥセレクトイット、はい、どういうこと。あー、なるほど、こうやって押してけってことだな。四角を四角に入れたらいいわけだ。ん？ 1 の1をクリアして1の2か。なるほど。ホールドザライトマウス、ボタンオンオアシフトシフトでホールドしてください。は？ The move the mouse to pan the camera。 マウスでカメラ操作ができます。あ、なるほど、右クリックで移動できると。あ、こうなったらもうリセットするしかねえんだな。なるほど、こうやって 3D 空間上で移動させろというわけだ。なかなかこう癖のあるゲームなんじゃないか。さあ、じゃあ次のステージいきますか。なんこれ。あー、なるほど、もうステージ選択ですらあなたがスライドしてくださいと、そういうことです。なるほど、まずは立体的に見ないといけないわけだ。これは簡単だな。こうして下っていって上に押し上げて、動かんのんけこれ。2ブロック分動かすと。でその状態で押し上げると。そういうパズルゲーだな。わかったぞ。お、2個出てきた。クリックオンザキューブというセレクトいた。ん？いたって普通ですね。ふっ？え？うわ、すげえ！あ、なるほど。こいつらの背景ごと動かすことができるから、それつまりこうやってクリアと。ちょっと面白くなってきたな。いきますか。はあ。でこれもあれだよな、どうしたらいいんだ。あ、でもこれはシンプルか。こうしてこうやって運んできゃいいんだよな。よしよしよし、なかなかうまいこといってんじゃねえのか。ちょっと難しくなりだしてきたな。俺の知能でいけるかが不安になってはきてるけど。これはどう、ん？一体全体どういうことだ。あ、なるほど。こうし、まずこいつをここの2面に移動させた後に、こうしてキューブを移動させると。でこうなったらもう自由にできますよってことだ。違うな、こういうことだ。すげえ、なんか日本語に起こしにくい状況ですけど、やりましょう。ん？むずないこれ。回転できないよねこれって。できんのかな。いや、回転はできなそう。え？ん？いや、わからんなこれ。こう移動させることによって外に出れるんだ。うわ、すげえ。ちょっとなんかあれだわ、めちゃくちゃ感動してるわ。で外に出たことによってちょっと待てよ。こうやって上に上がれん。どうしよう、しくじったなこれ。ちょ、一旦もうちょっと待ってくれ。こうしてこうだな。でその状態でこうと。いや、難しいっすねこれ。でこれはうわ、もうなんか意味わからないことになってるわこれ。まあ、この状態でも動かせるよな確か。だからこういうことはできるわけだ。で、あ、でもこれしたら
そうか、一旦こんな感じでのけて、よそ者な、でこうしてこっちから置いてあげると。そうしたら何ができるんだ。結局この行動に意味はあったのか。ないだろ。むず。あ、なるほど、わかったわ。こうする、で俺がこっちに移動する、でこれをこう移動させる、取りに行くと。こうすることでこの四角が積むことがなくなるんだ。でそれつまりこうやって助けに行けると。うお、やっば、面白これ。よげーい。こっち行きますか。難しそうだな。あ、でもそんなことない、普通にだって埋まるもんね、これ で。あとはなんかさ、うまいことか。あ、でもうわ、ダメだこれ、最初にやっちゃダメなんだな。まず最初にこいつを移動させて、え、あれ埋めれなくないこれ。あ、こうか、こうして、こうして、あ、わかったわかったわかった、こうする、こうする、こうするのか。あ、合ってるこれ。あって、なんかミスっちゃった。いった、うわすげえ。ごめんなさい、なんか一応録画できてると思うんですけど、口頭で説明できないですねこれ、僕の今の能力だと。たまたま行きました今のは。でこれは、あ、でも割とね、なんかシンプルなのよ最初のうちは。この2面しか使わないから、これはどうしたらいいんだ。あ、でもなんかあれじゃない、多分さ、これをこうつなげるわけよ。でここで止めるのがなんかミソっぽくない？それつまりこうして、でこれをこうして、俺がどうするんだ、俺がどうするんだ、これはこうか、たらもう救出できなくなっちゃうよね、でもこれしたら。むずい。まあ穴は3つと、あ、そうか、こうして、俺が右に持ってく、でここはめ込む、でこの子をこうして、俺がこっちからこの子を助けに行って元の状態に戻して、押していくとこうなるから、それつまり、あ、でも上に上げれなくなっちゃったこれで。あー、難しいな、すごく難しいな。これ行ったんじゃね？行ったくね？うぅ！これで、俺がもう一回右手に回って、クリアと。ここしくじんなよ。オッケー。ああ、難かった。次行きますか。まあ、似たような問題だよな、これ。系統としたらほぼ一緒なんじゃないか。これ難しいんすよね。あの、これすごく難しいと思うんですよね。だから人類を諦めた方がいいと思うんですよね。あ、でもさ、一回やっぱのけるしかないのかな。で、これで上はできるじゃん。で、この状態で、こう動くわけですよ。ほんならもうこれ罪ですから終わりです。
あ、できた。やった。うん、案の定言葉で説明できません。俺の日本語の力じゃ無理です。さあ、ガンガン行こうぜ。あら、シンプル。ワンキューブですか。ワンキューブだったらでもさ、やれることが圧倒的に少ないから簡単なんじゃないか。こうしてこうしてできちゃった。ワンキューブは簡単よ。なんか似たような問題なのかもな、ここら辺は全部。あ、でもこれとかすげえなんか難しいよ。実はこういうとこにね、こういうとこにあの貯金を作っとくのがミソなのかもしれません。こうやってこうやってこうやって、はい、バカ。よっしゃー。やったぜ。ガンガン行こうよ、ガンガン。これはこうしたら上に行けなくなって、こうしたら行けなくなっちゃう。ん？それつまり一回弾くとか。あ、でもそしたら戻せなくなるもんな、これ。これむず。あ、わかりました。一回こうするわけですよ。こうしてこうするわけ。ただなんでかこうなって、こうなってで、コート。あ、なんか違うことした。むず。お、できた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 。おっしゃ。でもさ、これあれじゃない？そのシンプルに俺がこの子に会いに行くじゃん。でその状態でどっかに連れてってあげればいいんじゃなかろうか。こうするじゃないですか。でこうしてこうしたら自然とこうなって、あーだこうだ。なんかいけそうじゃね？まぐれでも、まぐれでもいけそうじゃね？こうして、こうして、こうして、え？ん？あ？ん？ん？どこから持っていけばいいんだこれ。全部埋まってるし、ここにも縦線あるから運べねえぞ。え、これってさ、ごめんなさい、ちょっと位置検証。例えばここにある状態でこんな感じに斜めにブロックが配置されたら、俺はここを通ることできる。やばい。いや、正直楽しいんだけど、嬉しくない。難易度が上がっちゃった。これできるようになるってことはむずくなったっていうことじゃん。じゃん。だからこうか。こういうのが戦法になってくるんだよな。こんな感じか。このステージは簡単だった。いやー、ちょっと選択肢として1個増えたってことは、その分ステージを難しくできるってことだから、やばいですね。これもなんか似た応用なのかもしれんの。ん？でも一旦は違うか。とりあえずここに乗っ、ここに出してあげることから。で、こうすると。
で、こっちにも出ちゃダメじゃね。これ持ってったら詰むよな。危ない。どうしたらいいんだ。なんか方向逆にできないよね。うまいこと。ゴールがどこだ。向きだけ変えれるのかこれ。あーなんかわかったわ。ちょっと待ってくれ。とりあえずこれをこっちに持っていくじゃない。で、俺がこの状態で、別のキューブに移動させてもらって、でこのキューブがこう移動して、これで向きが逆になると。クリアだ。ちょっと待て、大変だぞこれ。これこのゲームの終わりはいずこへ。とりあえず1面だけやるか。1面だけやろう。2面からはちょっと皆さんにね、皆さんがやっていただければななんて思うんですけど。はぁ、なんかここになんか別のがあるわ。はい、なんか下移動できるようになってんな。あら、めっちゃ簡単にいっちゃった。なんで。いや、ちょっと調べたんですけど、あのやってる人の見て。こればっかりはごめんなさい、許してください。時間あまりにもかかっちゃったんで。はい、なんか見た感じこれ倉庫版のゲームらしいっすね。よくわかんないです。あのまあ楽しければそれでいいかななんて思います。はい、で、あ、でもこれはあれなんじゃないの、前回習った技術を遺憾なく発揮させていただけるんじゃないでしょうかね。このちょっとなんか怖いから真ん中寄せとこうぜ、この技術を。で、これどこまで持っていけばいいんだ。ん、あー、理解。こうしてこいつがここまで持っていって、これで積もうと。簡単だったね。いや、結構一面が長いんですけどこれ。一面終わるまでやろうって思ったんだけど、意外とその一面が長かったりします。まあでもなんかこんな感じの移動はしそうっすよね。あ、できたわ。はい、投げ。一面が投げーぜ。まあ、やるけど、あ、でもシンプルに、あー、ダメか、こんなことしちゃいられねえ。こうしたらこうか。あ、違う、うわ、積んだ、うわ、ひどいや、積むな、どうしよう、どうしても積んじゃう、できねえもんなこれ。あ、できた、やったぜ。あのステージだけめちゃんこむずかったわ。このステージは、え、なにこれ、あ、
なるほど、上下の移動はできないんだ。あ、よかった、縛りがあって。何の縛りもなかったらもう泣いてましたよ。なるほど。うわー、でも希少、むずすぎて希少だわこれ。え、どっか抜け道が、でもここしかないよな、下に出れるとこ。塞がっちゃうんだよこれで。ん、これさ、これって、うわ、いけるわこれうわ、いけるわ。え、じゃあもうこうか。ちょっと待ってね、こうしてこうと。うわ、むずっ。いや、まあ縛りが あっただけよかったわ。うわー、うわー、なんじゃこりゃおじさんむずくて泣いちゃうよこんなの。こうだろ。でこいつはさ、あ、いけねえのか。すいません、私ギブアップさせていただいてもよろしいでしょうか。ちょっとこれあまりにもむずくてですね、ぜひ皆さんの手でやっていただければなと。俺はもうここが限界だよ。みんな俺の屍を越えていってくれ。はい、というわけで、オラキューブでした。まあ皆さんね、スチームでタダでできるのでやってみてはいかがでしょうか。ということで、さよなら。ありがとうございました。